コウヘイ TV 始まるよ。皆さんこんばんは、コウヘイです。本日の動画は新型クランスポーツ PHEV のモデリスタエアロの話とかをしたいと思います。皆さん、ついにクランスポーツの PHEV 車が12月19日に発売されましたね。で、もうすでに契約をされて納車待ちの方とかもいらっしゃいます。早いですよね。契約された方が教えてくれたんですけども、納車は来年の4月末と、価格は815万円ぐらいかかったみたいです。まあ、クラウンスポーツの PHEV 車は765万円からとなっておりますので、いろいろとオプションをつけたら800万円は超えるでしょうね。で、ハイブリッド車と比べてクラスポの PHEV は馬力や足回りが全然違いますので、仕方がないとは思いますが、765万円は少し高いような気がします。普通にレクサスが買えますからね。世の中には765万円の車をすぐに購入できる人もいるので、すごいなと思いました。羨ましいです。で、4日前ぐらいになるんですけども、クランスポーツ PHEV のウェブ見積もりの動画を配信させてもらったんですけども、その時にモデリスタエアロパーツの選択する欄がありませんでした。それで、モデリスタのエアロは装着できないのかっていうのを言わさせてもらったんですけども、そしたらコメントで、いやいや選択できますよと教えてもらったので、今から PHEV 社のモデリスタエアロウェブ見積もりで見つかるのかやってみたいと思います。やり方なんですけども、ログインして、左側にこの販売店がありますので、選ぶと、なんとびっくり、車側に行きます。PHEV モデルでも、モデリスタエアロパーツセットや、ミラーガニッシュ、21インチアルミホイールセットや、モデリスタから発売されているスマートクッション等々などが選択可能になります。ちなみに、ログインしてないクラウン PHEV のウェブ見積もりがこちらです。下の方に行きますね。皆さん、見てください。ログインしてなかったら出てこないんですよ。私はクラウンスポーツ PHEV の動画を撮影した時はログインにしてなかったんですよ。ログアウトにしていたので出てきませんでした。モデリスタエアロパーツセットをつけてみます。ミラーガーニッシュもつけます。皆さんどうですか？ PHEV もモデリスタエアロが装着できるので安心しました。ずっとモヤモヤしてたんですよ。コメントで教えてくれた方はよく知ってるなと正直思いました。本当にコメントありがとうございました。皆さんからのコメントお待ちしております。皆さん出てきました。クラウンスポーツのモデリスタ、下側に行きます。ポチッとな。モデリスタエアロパーツセット、価格は25万8500円となっております。塗装済みです。で、昨日、新型ベルファイアのモデリスタエアロの動画を配信させてもらったんですけども、ベルファイアのモデリスタエアロパーツは高すぎて驚きました。皆さん、いくらすると思いますか？コメント欄にリンクを貼っていますので、気になる方は見てください。よろしくお願いいたします。で、このクラウンスポーツのモデリスタエアロは、モデリスタ初のカッパー色が採用されております。モデリスタのエアロって言ったら、メッキをね、ふんだんにこうガーッと使ったエアロが多いと思うんですけども、このね、クラウンスポーツはカッパー色が採用されていますので、他の方とね、被りたくない方は良いかもしれませんね。サイドスカートにはカッパー色が採用されていませんね。リアスパッツにはカッパー色が設定されていますね。車側に行ってみます。ミラーガーニッシュ17,600円や21インチアルミホイールセット1台分28,600円となっております。あとはカットフィルム27,500円1台分や
セキュリティ付きナンバープレートボルト、1ライブ6050円などがありますね。あとはドアハンドルプロテクタ6600円やスマートクッショントート9900円ですね。昨日の動画でも言わさせてもらったんですけども、私はこのスマートクッショントートがなんかものすごくね、気になるんですよね。見た感じおしゃれですよね。皆さんどう思いますか？終わってしまいました。皆さんはモデリッサのエアロパーツ好きですか？もしよかったら教えてください。よろしくお願いいたします。モデリッサエアロパーツセットをつけてみます。どうですか？結構変わりますよね。モデリッサエアロパーツセットをつけることによって、皆さんはプレシャスホワイトパールとブラック、モデリッサエアロをつけた場合どっちが好みですか？リアはこういう風な感じになっております。モデリッサパーツのミラーガーニッシュと21インチアルミホイルセットもつけてみます。これはかなり贅沢仕様ですね。モデリッサの21インチアルミホイールはどうなんでしょうね。個人的にはモデリッサの21インチアルミホイールよりも、こっちのホイールのデザインの方が好きですね。車と女性は好みが分かれると思うんですけども、昨日の動画でも言ってしまいました。最近ハマってるんですよ。車っていうのは面白いもので、ホイールで本当に変わりますよね。見た目が、見てください皆さん、変わります。まああとエアロを装着しているのと装着してないのでも結構変わりますよね。はい、こんな感じに、ね、なっております。このクラウンスポーツのモデリッサエアロはカッパー色が採用されておりますので面白いですよね。変わっていて、少し話は変わるんですけども、昔100系マーク2に乗ってたんですけども、バチバチにカスタムしてました。でその時は車がまあ故障とかして、トヨタのねディーラーさんとか、まあ、オートバックスさんとかかな、車を持って行っても、まあこの範囲ならギリギリ見れるって言ってくれてたんですけども、最近は昔に比べてカスタムした車厳しいみたいですね。まあカスタムした車って言ってもちょっとぐらいなら全然許容範囲だと思うんですけども、車高とかもねかなり、まあ、下げて、まあいろいろとカスタムした車は本当にね今厳しいみたいですね。オートバックスさんやイエローハットさんかなとかでもね、私のとこではこの車まあ見れませんと、ディーラーもなんですけども、昔よりねなんか厳しくなってるみたいですね。最近大学生の友達が言っていました。少し話が脱線してしまいました。まあモデリッサエアロは若い方から年配の方までね、幅広い層のね方がモデリッサエアロはかっこいいって結構ね皆さん言われますので、このクラウンスポーツのモデリッサエアロも売れてるんでしょうね。でクラウンスポーツにはこのクラウンパッケージっていうのがあります。少し見てみます。私はこのパッケージ最近知ったんですけどもね、結構ねおしゃれなんですよ。皆さん見てください。ドアを開けた時にこういう風にね、まあ映ったりとか、サイドに王冠エンブレムがついたり、クラウンって書いてあるエンブレムなどが付けれます。3点セットで価格は 34,100 円です。単品だとイルミネーションが 19,800 円、王冠のサイドエンブレムが 5,500 円、クラウンって書いてあるサイドエンブレムが 8,800 円となっております。まあクラウンスポーツのハイブリッド車も高いので私はねこんな高級車乗れないんですけども、買えるのであればこのクラウンパッケージつけたいですね。どうせなら私の動画をたまに見てくれてる方はもうすでにご存知だと思うんですけども、クラウンスポーツのモデリッサエアロを装着した車が何台かありますので少し見たいと思います。クラウンスポーツ 2.5Z E4、走行距離全然走っていません。修復歴なし。支払い総額810万円となっております。まださすがに PHEV モデルは落ちてませんよね。まあそりゃそうですよね。最近発売されましたからね。6月ぐらいには PHEV モデルも中古車で見つかるかもしれませんね。楽しみですね。なんぼするのか。で、2日前に40ベルファイアの中古車の動画を配信させてもらったんですけども、ガソリン車モデルも1000万円普通に超えてたので正直驚きました。話が脱線してしまいました。クラウンスポーツ 2.5Z E4、 支払い総額892万円となっております。あと2台ぐらい落ちていたような気がするんですけども、ちょっと見てみますね。皆さん出てきました。
モデリッサエアロパノラマルーフがついています。支払い総額810万円となっております。いいお値段しますね。モデリッサエアロパーツをつけて車を売ったら結構いい額になるって言いますよね。モデリッサフルエアロ支払い総額798万円となっております。どれかちょっとクリックしてみましょうか。このクラウンスポーツモデリッサエアロ装着車の車を見たいと思います。グートスポーツさん、お邪魔します。このお店はかなりおしゃれですね。ホイールが飾ってあります。これ下は大理石かな、違うのかな。さっき見た CG よりもやっぱりこういう風な感じで見た方が綺麗ですね。皆さん、モデリッサエアロが採用されております。綺麗な色してますよね。カッパー色、モデリッサエアロ装着車のクラウンスポーツかっこいいとは思うんですけども、ちょっと一つ気になった箇所があります。皆さん見えにくいかもしれないんですけども、ここを見てください。まあエアロなので仕方がないとは思うんですけども、つけた感がありますよね。ここはね、気になりますね。あともう一つ気になる箇所がありました。皆さんここを見てください。後ろ側です。ここもね、少しね、なんか気になりますね。拡大されている写真がありました。うわ、すごいな。こうバーッとね、カッパー色がねふんだんに使われていますね。で、ここにモデリッサエアロって書かれているのかな。お、サイドのアップ写真もありました。皆さんこういう風なね感じになっております。で、最近コメントであったんですけども、 SUV にエアロをつけなくても別にいいんじゃねっていうコメントがあったんですけども、私は SUV でもエアロ全然 OK だと思います。グッドスポーツさん、お邪魔しました。公平 TV。 クラウンスポーツのモデリッサエアロ装着車の車は今4台ありますね。皆さん、今年もあと残りわずかとなりましたね。本当に早いですよね、1年経過するのが。若い時は、ああ1年長いなって思ってたんですけどもね、最近本当に1年経過するのが早いです。またクラウンスポーツの動画も配信させてもらいます。本日の動画はこの辺で締めたいと思います。お忙しい中、最後までご視聴ありがとうございました。浩平でした。皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。最後までご視聴ありがとうございました。